調不良、寝不足とお腹が痛い、満身創痍ということで、皆さんこんにちは今日はサブちゃんを撮っていこうと思います。久しぶりに3人や、3人でみんな会ったので、シングがいない、サクリでアデリカ、どうでしたか皆さん、受験は終わったということで、大変でしたか？まあまあ大変だった、大変だった。聖子は結構なんかさ、ストレスを抱えてるような投稿をよく見てたから、うん、しかもなんか熱がしてたよね、2回出たすごい、Cがコンプリートしなきゃダメじゃん、いやでやでしょうがなかった勉強の生活が。勉強してたの？してた、1日2時間やってた。なんかめっちゃ。塾とか行ってんの？あ、家でやってんだ。え、偉いね。塾は。あ、そう。ヤグちゃん塾行ってたんでしょ？塾行ってた。ヤグちゃんは今日はちょっと体調不良なので元気ないんですけど。なるほど。いや、まだでもいつ結果が出るの？結構後じゃん、あ、そうなんだ。だジョー君はさ、次の日に分かったって言ったよね。翌日、まあ、私立の面接しかなかったやつも、コウタもあれだよ、次の日に受かった、もう連絡したって言ったもんね、うん、私立はみんなもじゃあ受けた次の日にはもう分かったんだ。分かってたはず、うん、私立はそういうもんなんだ、うん、うん、どうですか来年のさ、ゆうたとかさ、マナトとかさ、受験する新3年生に向けてなんかメッセージとかない？市原パイセンはさ、いろいろメッセージを語ってくれたじゃん、長々と。配信のやつは参考にならないでしょ。ならない。早めに行動したほうがいい、はい、あ、なんか堅実 なんかもちゃんとしたコメントするね、意外とヤグちゃんが後悔します。あ、そう、後悔したの？じゃあなんかこれからなんかさ、学校が3月の初旬には終わるらしいじゃない、やりたいこととかない？三章。三章君らでももうすでに東京三省の感想って行ってきたんでしょ？行きました、一応。受験終わったその日に、バレンタインデー。悲しいですね、うん、いやでも、うん、俺はバレンタインデーの日の受験をポジティブに捉えました、うん、なるほど。3年生は、うん、のバレンタインデーは、うん、どんな人でも一律バレンタインデー当日にはまともなチョコはもらえないんですよ。なるほど。家族とか親戚ぐらいしかもらうことができない、うん、なので全員一律もらえない日だと思えば、うん、OK です。なるほど。もらってる人もいるんじゃない？じゃあ俺のお母さんから俺もらったヤグちゃんのお母さんヤグちゃんのお母さんからな日にちをずらしてさ、なんかあげに行く女の子とかいるんじゃない？15日とか普通に昨日友達を分かんない友チョコもらった。もらってるよ。皆さん過ごして、夜遅くまで東京三省の観察に行ったんでしょ？家着いたのが10時58分、あと2分で歩道です。なるほど。その後俺はアニメ鑑賞してお降りしました。そんで生活リズムが崩れてさ、今お腹痛くなっちゃったんじゃない？寝てない。あんま寝てない。寝てない。ずっと？しばらく？ここ最近？その生活リズムが崩れてお腹痛くなっちゃったの、きっと。いや、食べ過ぎてる。受験終わって、うん、暴飲暴食。そう。じゃあ今度博物館にさ、ガチャポン増やそうと思って俺。なんですか？いろんな種類で、君らになんかちょっと聞こうと思ったんだよね。どういうのが売れるかみたいな、どんなやつ買うかみたいな。トンボのなんかさ、リアルなやつあんじゃん、うん、ああいうのとかいいよね、うん、500円
前なんかクワガタとかやったじゃん昔。クワガタのやつと、ね、あれを、あれのとかね、ちょっと今度教えてくれみんな。あとやっぱジョー君がタモアミを自分の収益していく。君らもだってさ、バイトとかできる年齢だから、まあ、だからお金を出すことができる。僕はもう卒業式終わった次の日ぐらいからバイトしますよ。早っ。速攻バイトします。なるほど、気合入ってますね。知り合いの両親のとこで、うん、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。バイトします。そうだね、君らもそういう年齢ですからね。まあ、その話もちょっとね、さっき最初したんですけども、高校生の部からはジュニア隊を卒業して新たなチームを作る。そして彼らは神野崎さん博物館の特別調査員みたいな感じにしていこうかなと話をしたんで、まあそれはまた決まり次第改めて動画を撮りたいと思いますので、その方も楽しみにしてください。とりあえずヤグちゃんも元気もないので今日はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあ